牛乳パックなどで汁剣を作ってみたいと思います。まず切ります。適当な後ろの方の位置で適当に切ります。そして蓋を開けて、これは洗ってあります。この状態に持ってきます。そして使うものはとりあえず全部これなんですけど、これでだいたい ここにいい印があるので 3.5 ぐらいずつにやっていきたいと思います。反対目です。これを 1,2,3 4つ作ります。ハサミで切ります。では作っていきます。まず1個目を中に入れます。次を外です。そしてこれをこっちを中に入れて、こっちも中に入れます。こんな感じです。そして引っ張っていくと、汁剣の完成です。以上です。